ろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄キャンプ、まあ、中盤になってきてますけれども、ここまでのご自身の仕上がり具合というのはいかがでしょうか。はい、まあ、最初はなかなかキャンプの体に慣れるまでには何日かかかりましたけど、もう今はそのキャンプの、仕様というかそういう体になってきてますし、徐々にコンディション上がってるのかなっていうのは感じます。キャンプ始まる前からもう少し選手に話を聞くと、はい、もう安さんがっていうしっかりと鍛えてくれてるって話をしたんですけども、はい、キャンプ中も、まあ、フィジカルコーチ含めてコーチてからこういろいろ要求されることとかもあったりするんですか、練習の中で。まあ、安さんが結構こうフィジカルのところはコントロールしてくれるんで、はい、まあ、まず与えられたメニューっていうのをしっかり意識しながら全員取り組めてますし、まあ、プラスアルファで、まあ、個人で足りないところはやってる選手もいるので、まあ、ちゃんと体に向き合えてる期間を作れてるなっていうのは思います。自分自身にやられてる選手もって話が今ありましたけども、キャンプに入る前に自主トレでこう谷口選手含めいろんな選手とこう一緒にやってきたという話も少し伺ったんですけど、はいはい、キャンプに入る前はどういう形でこう仕上げてきたんですか。キャンプ入る前は、まあ、オフシーズンは基本的にはもうなかなか合同でみんなでやるっていうのはできないんで、やっぱ規制とかもあったりして、うん、はい、なので、まあ、僕はそのお世話になってるパーソナルの方がいるので、その方に、体を見ていただきながら、まあ、トレーニングを、まあ、海徳含めて、はい、一緒に、まあ、キャンプ合流するまでにしっかり土台を作れるようにっていうところで意識して、はい、取り組みました。じゃあかなり本当にこういい状態でフィジカルもメンタル面も含めてこのキャンプに入られているということでしょうかね。まあ、いい感じでは入れてると思います。そうですか。今年は沖縄キャンプということで、前回は高知キャンプからでしたけれども、どうでしょう、沖縄という環境についてはどんなふうに感じてますか。いや、めちゃくちゃいいですね。やっぱりあったかいっていうのがまず一つ大きいなっていうのはあって、まあ、高知キャンプは沖縄と比べたらもちろん寒いので、まあ、今回ここ何日かはちょっと雨で気温下がってますけど、最初来た時なんかは20度近く温度もあって、やっぱそれだけ温度があると汗もかきますし、体もすぐ出来上がりやすいというか、はい、そういった面もあるので、すごくフィットネスの部分では体を動かしやすかったですし、はい、自然とこうコンディションが上がっていった感覚がありました。そうですか。それはやっぱり沖縄だからこそっていう感覚があったと思いますね。そうですか。どうでしょう、キャンプ、まあ、中盤に入ってますけれども、チームの雰囲気ですか、まあ、新加入選手もたくさん今シーズン入られましたけども、はい、どうでしょう、小島選手感じるところはありますか。雰囲気はいいと思いますね。新加入選手も本当にすぐに馴染んでると思いますし、トレーニングの中でも新加入選手含めてしっかりコミュニケーション取れてるんで、まあ、関係性っていうところをまあキャンプでも深めていこうっていう中で、そこのところはできてるかなと思います。どうでしょう、一番こうコミュニケーション取ってる選手、まあ、キーパーでいうと吉光選手が今シーズン入られましたけども、はい、どんなふうにコミュニケーション取ってるんでしょうか。まあ、ゴールキーパーが求められることを、まあ、僕自身が新潟で体感したっていうところも含めて還元してますし、まあ、みつくんって言ってるんですけど、うん、まあ、みつくんからも本当にどういうふうにやったらいいっていうふうに聞いてきてくれるんで、まあ、僕なりにある程度こう何ですかね、まあ、アドバイスじゃないですけど、その ヒント的なところは共有できているのかなっていうのは思います。そうですか。 かなりムードメーカー的存在だって話もちらっと聞いたんですけれども、はいはい、いやもうムードメーカーですね。あ、そうですか。結構こう冗談も言い合ったりとかするんですか。あ、します、します。そうですか、はい、なるほど。まあ、そんな吉水選手もこうちょっと雰囲気を作り上げてくれてる、はい、ということですけれども、ご自身的にこのキャンプで伸ばしていきたい部分ですとか、はい、もう少し仕上げていきたい部分っていうのは何かこうテーマとかあったりするんでしょうか。まず一つは守備範囲を広げていきたいっていうところは、まあ、これはもうキャンプに関わらずですけど、もう常に思っていることで、味方の背後のスペースをケアする範囲だったり、クロスボールの出られる範囲を広げたり、シュートストップの止められる範囲を広げていくっていうところはもう僕自身常に追求している部分なので、
そこはもちろん伸ばしていきたいですし、あとは攻撃のところもかなりチームとしては求められる部分で、パスの精度だったり、判断力というところはもっともっとクオリティを上げていきたいなと思ってます。守備範囲っていうのはこう具体的に、すごく小島選手は守備範囲も含めて足元の技術も非常にこうある選手だなというふうには感じていたんですけれども、具体的に何かこう守備範囲を広げるためにこの練習を意識しているですとか何かあったりするんですか？まず練習の中でいい準備をするっていうところで、いい準備、はい、ボールが来る前に周りの状況をしっかり見て予測したりとか、まずその意識の部分で守備範囲というところは少しは変わるのかなと思っていて、そこはまあ練習の中でしっかり積み上げていきたいなと思ってます。あとはフィジカル的な部分でやっぱパワーだったりスピードっていうところを上げるために、まあ安さん含めてしっかり自分の体と相談しながらトレーニングを積み上げていけば、そこの守備範囲っていうところはまあ少しずつだと思いますけど広がっていくんじゃないかなっていうのは思ってます。準備って本当大事なんですね。大事ですね、はい。そして少し昨シーズンについても少し振り返っていきたいんですけれども、ご自身的には、J1 というの舞台でしたけれども、昨シーズンのパフォーマンスというのはどんなふうに評価してますでしょうか？そうですね、全然満足はいってないですね、正直なところ、はい。もちろんその通用したプレーもあって、あとはまあ課題というかもっと伸ばしていかないといけないなっていう部分も見えたシーズンだったので、もっと成長したいなっていう気持ちになったシーズンだったかなと思います。改めての話にもなってくるとは思うんですが、小島選手は昨シーズンは日本代表というところも経験されて、この経験は今シーズンまたこの J1 のアルビ2年目のシーズンということになりますけれども、どんなふうにつなげていけるというふうに今感じてますでしょうか？日本代表で経験したことっていうのは間違いなく貴重な経験でしたし、僕が一番感じたのは本当にプレーの強度がどのポジションでも高いなっていうのを感じたんで、そこは僕自身もしっかり高い基準を持ってやっていきたいですし、チームに対してもしっかりそこのプレーの強度というところは求めていきたいですし、そういった意味でしっかり還元できればいいなっていうのは思ってます。そして日本代表経験してどうでしょう、またさらにもう一段このアルビで成長してその舞台にまた戻りたいという思いについてはいかがでしょうか？戻りたいですね。日本代表は目指したいですし、ただやっぱ新潟でしっかり結果を残して高いパフォーマンスを維持していかないとそこには到達できないと思ってるんで、まずはやっぱり新潟でしっかり内容と結果を求めて日々過ごしていきたいなと思ってます。そして今シーズン特にサポーターは今シーズンも小島選手残ってくれたということで非常にこうサポーターもさらに期待が高まっていると思いますけれども、まず聞きたいのが契約第1号ということになったと思うんですが、はい、かなりサポーターも、はい、喜びと同時に驚きもあったと思うんですが、はい、こう早々にこう決断したところっていうのは何かあったんでしょうか？そこはいろんな事情がもちろんあったのはもちろんなんですけど、僕自身が新潟でやりたいっていうふうに決めたのはやっぱり1年間 J1 で戦ってみて本当にこのチームがもっともっと上に行けるチャンスがある可能性があるなっていうのは率直に感じたんで、僕自身もしっかり成長してこのチームをもっと上に突き動かしたいと思いましたし、残ってる選手含めてそういう思いは強いんじゃないかなっていうのは、去年1年間戦った、感想ですね。先ほどももっと成長したいと思えたシーズンだったというふうにおっしゃっていたと思うんですけども、そういう意味ではやっぱりこうアルビというチームが自分自身のこう成長に本当につながるなというふうに感じたっていうところは大きいんですか？そこはもう間違いないと思います。今までもそうですし、本当にJ1 デビューも新潟にさせてもらいましたし、ここまで僕は本当にチームに成長させてもらったっていうふうに感じてるんで、本当にチームにより貢献できるようにっていうのは、ずっと考えてます。そうですか。
まあ、アルビもかなりこう在籍としては長くなってくると思うんですけれども、年々どうでしょう、チームへの意識といいますか、はい、思いっていうのはどんなふうにこう変化してきますでしょうか。あ、でも思いはあんまり変わらないかもしれないですね。もう入った時からあのこのチームのために自分の力を捧げるといいますか、はい、そういった思いで毎年毎年やってるんで、ただまあこのスタイルが、年々こう磨きがかかってきて、まあ、よりやっぱ上を目指せるっていう可能性を秘めてると思うんで、そこに自分もしっかり関わっていきたいなっていうのは思ってます。それこそこう年々サポーターも熱い声援がさらにこう藤間選手に注がれてると思うんですが、はい、それは実際に後ろで感じていて何か思うところってあったりするんでしょうか。本当心強いですね。あのホームアウェー関わらず本当にたくさんの方が一緒に戦ってくれますし、やっぱ勝利して一緒に喜び合いたいなっていう気持ちは常に持ってます。そうですか、まあ、そして、まあ、間もなく今シーズンも始まってくるかと思うんですけれども、どうでしょう、さらにそういったサポーターの皆さんに自分自身どんなプレーを今シーズン見てもらいたいのか、はい、そういった思いを聞かせていただいてもよろしいですか。はい、まあ、昨年以上にレベルアップした自分を見せたいと思いますし、まあ、攻守両面本当にクオリティの高いパフォーマンスを出してチームの勝利に本当に貢献したいなっていうところが、まあ、今の思いなんで、まあ、そこを見てもらいたいですし、まあ、サポーターの方には本当にあの熱い後押しを、まあ、いつもいただいてるんで、引き続き、はい、今年も一緒に戦ってもらえたら嬉しいなっていうのは思ってます。今シーズン小島選手、自分のどこを見てほしいと思ってますでしょうか。はい、攻撃的な守備です。攻撃的な守備、はい、その思いは、これは、まあ、構える守備ではなくて自分から仕掛けられる攻撃的な守備でありたいなっていうところで、まあ、常にゴールキーパーは駆け引きがあるんで、駆け引きと予測準備っていうところが大事なんで、まあ、クロスボールとかも出られるボールは積極的に出ていきたいですし、ディフェンスの背後のボールも、はい、できるだけ多くカバーしたいなっていうところで、はい、攻撃的な守備っていうところで、はい、サポーターも期待してもよろしいですか。はい、頑張ります。楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございました。